おはようございます。私は今ですね、弥生美術館というところに来てます。東京都の文京区です。で、後ろがその美術館なんですけども、この目の前はですね、美術館の目の前はこの後ろ東京大学なんですね。で、今日はここで、ちょっとハチ公、忠犬ハチ公の声が聞けるってことで来てみました。まあどんなもんか入ってみましょうか。はい、ここが、弥生美術館というところですね。はい、まあ、こういう風な今日は催し物はやってるんですけども、弥生美術館、今日自分が来た最大の目的っていうのはこれですね。のがあるんで来てみました。入場券こんなもんか。じゃあ早速ちょっと入ってみましょうか。あ、すいません、大人一人で。ありがとうございます。こんな感じで5000円でございます。あ、はい。2つがこのレコードの展示なんですけど、2階と1階が1階で流れてます。1階、じゃあもうそこなんですね。はいはい、あ、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。ここだ。ここですね。ちょっと入ってみましょう。え、あっちなんですね。ここで、これです。博士の姿が急に見えなくなったその日から、雪の紫がどしどしと集まってくる。そして、ハチ公の銅像が渋谷駅の前に立ったのは、でしょう。このお話が、天下に渡りました。これですね。日本中の方々の熱い紫がよしよしと集まってくる。そしてハチ公の本当の声をお聞きください。はい、出ますよ。聞いてください。来ました皆さん、あれがハチ公の声だったんですね。なんか切なくなってきましたね。いやー、なるほど。じゃあ出ましょうか。はい、ありがとうございました。はい、まああんな感じでしたね。はい、ありがとうございました。出ましょう。見てくださいこれ。歓迎自衛。はい、じゃあ入っていきましょうか。ここ立ち飲み人入ってみましょう。あ、はい、すいません。